これより古代樹の森の暴れん坊のクエストを開始します。今回のターゲットは縄張りに粘液を吹きつける正体不明のモンスターです。それではターゲットを探し出し時間内に狩猟してください。生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。
解除してください。体力がゼロになると近くのキャンプに戻ります。クエストの失敗条件なので注意してください。目的のモンスターを道に迷ったら地図を開いてくださいね。